撮影監督。撮影監督、米国、ディレクターオブフォトグラフィー、DP、または、シンネマターグロファー、英国、ライティングカメラマンなどとは、映画やテレビの照明と、撮影、つまり、画面に映る映像すべてにおいて、責任を負う人物を指す。米国と英国では、制度や、仕事内容、下につく、義士名などが若干異なる。また、 日本では歴史的に撮影監督と照明監督、照明日誌は別にクレジットされる場合が多い。この項目では、米、英国での撮影監督の一般的な説明をする。撮影監督とは、呼び名は様々でも要は撮影者であり、フィルムに定着させる画像の芸術的な分野を含めた技術的総責任者である。各国、各スタジオ、 各現場で、それぞれのシステムが機能して良い結果、良い作品を追求しているが、確立されたシステムが、必ずしも良質な作品を保証するものではない。逆に効率を求めすぎるあまり、システムやスタイルが邪魔をすることもある。あくまでも得られた条件の中で作品のスタイルや、システムを設定するのが本筋であろう。いずれにしても、映画作りは、チームワークの産物で、 一つのパートが独立して、機能することはありえず、必ずお互いに関連し合い、影響し合っているもので、ある。撮影作業の中には、キャメラ、カメラを設置し動かす、照明を配置する、映像の構図を求める、レンズを選ぶなどの仕事がある。大規模な制作では、撮影監督のもとで働く、部局全体と共同で作業を行う。映画の外観に対して、 責任を負うという点で、撮影監督は、監督に次ぐ、重要性を持つ。撮影監督と監督の二人は、撮影の前やセットあるいは、ロケ地に臨んで、緊密に共同して作業することがよく行われる。また、事前に、大道具、小道具、美術や、衣装担当、特殊撮影などともに綿密な打ち合わせをして、作品の意図を明確に打ち合わせして、 作ろうとすべき映画のルックを確実に伝えるのが不可欠ある。多くの監督は映画の成功に果たした撮影監督の役割に対して惜しみない賞賛を送ることが多い。米国ではユニオンの規定があり、普通はキャメラ自体をオペレートすることはできないが、契約書にメインキャメラは自分がオペレートするという一行があれば問題なく行える。また、米国では 照明日誌は撮影監督の元に置き、ガファー、ギャファー、または、チーフライティングテクニシャンと呼んでおり、撮影監督が指示を出せば、全部ガファーとその助手が、コード配置したり、照明を配置したり、フィルターをかけたりなどの指示を出して動かすことになる。構図を決め、カメラの動きを考え、ライティングを指示し、メーターで計測して、録音を決めるのが、米国での撮影監督の仕事である。 日本では計測は撮影助手にしてもらうことが多い。これはライティングを保持して反復の多いカメラの操作をカメラオペレーターに分割したと言える。いわゆる A、カメラをメインとすると2台以上のカメラを同時に回す。時には B、カメラ、C カメラ、D、カメラ、E、カメラというように別々のカメラオペレーターがカメラを回すことになる。 サイレント時代までは、キャメラを手回ししなければ動かなかったので、キャメラマン自体がキャメラをオペレートする時代もあったが、撮影機材が精密になり大掛かりになるにつれて、撮影自体が分業化していった。現代の米国の撮影監督は、例外もあるが、実際にキャメラを物理的にオペレートはしない。これは、完全に一人のキャメラオペレーターのもとに、ファーストアシスタントキャメラマンがおり、 いわゆるピント合わせを行い、セカンドアシスタントキャメラマンは、カチンコ叩きやフィルム装填などを行うのが普通である。また、グリップ、クレーンやドリーなどの特器のテクニシャンも必要ならばそれぞれ別に存在している。撮影中でも撮影監督は毎日現像書と綿密な打ち合わせを行い、デイリーやラッシュを試写して、毎日映像の状態を確認しなければならない。 先に触れたように、日本の場合は、キャメラアングルは、キャメラマン、ライティングは、照明技師、露出計測は、撮影助手というように少なくとも3名で、分担していることが多かった。これは、昔のスタジオが、照明に対して文句は言わない、言わせないと決めたために仕事が早く進むのである。一昔全作品の量産を強いられてきた大手の、撮影所は、映像をフィルムに定着する。 という一人の人格から、ライティングを切り離して、照明部を丁重にもてなすことによって、仕事を早く進めようとしたからである。BR 現在の日本では、欧米流の撮影監督の形を取る者も,もいれば、従来のカメラマンのスタイルを取る者も,もいるという状態になっている。あるいは、現場での作業は、従来型で進めつつも、エンドロールの表示では、撮影監督となったり、 あるいはその逆ということもある。日本では1930年代からキャメラマンは長らく撮影日誌と呼ばれていた。1988年にアメリカで活躍する一流の撮影監督の技術論を質疑応答の形式でまとめたマスターズ・オブ・ライト出版され、1992年に NHK と AFI が制作し ASC が監修した。 ビジョンズ・オブ・ライトが NHK でテレビ放送、後劇場公開されるとこれらの影響で、日本の出版物などにも撮影監督という言葉が使われるようになり、著名なキャメラマンを撮影監督と紹介するケースがポピュラーになった。撮影監督という言葉は、英語のディレクター・オブ・フォートグラフィーの直訳で、アメリカ帰りの三村明が1960年に、 日本映画撮影者クラブの理事長に就任した際に日本映画撮影監督協会に名称変更している。本質的には日本にも撮影監督に値する人は何人もいた。三村明も数名のキャメラマンの画帳を総合的に統一するという意味では撮影監督をかつて名乗ったが完全なものでなかった。日本の場合、撮影監督という名称は過去の名作を 数多く担当した名キャメラマンに送る称号として、ある種の、感、のように扱われる傾向が強い。アニメーションの撮影監督も、照明と撮影の最終責任者という点は、実写の撮影監督と同じである。セルアニメなら、動画、セル画と、背景が完成してから、以降の、それらを適切な順序、位置に重ねて、撮影台にセットし1コマずつフィルムに撮影する。 作業を監督する。透過光、マルチプレーンカメラ、多重露光などの撮影時の特殊効果も撮影監督の職域である。現在のデジタルアニメでは被写体をカメラで撮影するという本来の意味での撮影はない。しかし、セルアニメ同様に動画と背景を合成して一つの映像データにする。工程が撮影と呼ばれ、撮影監督が監督する。 撮影前の画作りと撮影時の画作りとの境界が曖昧になったため、撮影監督が監督する範囲が大きく広がることもある。東映アニメーションでは長年存在しなかったが2014年になりようやく取り扱うようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。